ちは。羽生です。こんにちは、羽生。ビギネモンです。かなりお久しぶりになってしまいましたが、皆様元気でしたか？大丈夫？羽生結弦選手が全公演出演のファンタジーオンアイス2022に実際に行かれた方、映画館でライブビューイングされた方、テレビやインターネットでご覧になられた方など、この動画をご覧になられているっていう方はどれかに当てはまっているかもしれませんね。フィギエモンは今回かなり動き回っていたので、ファンタジーオンアイスの羽生選手のどんな動画を作ろうかずっとずっと考えていました。そしてそこから思いついたのがこちらのタイトル、デレン、羽生結弦は宇宙のすべてを支配する、羽生結弦式誘惑ベスト10です。すごいでしょ。なので今日はどんな宇宙を支配するほどの誘惑が見られるのか、ぜひ楽しみにしていてくださいね。 OK。 今回の動画で誘惑のランキングを作ろうと思った理由はっていうと、ファンタジーオンアイス2022ではとにかく羽生選手に誘惑されまくっていた、そんな感想だったからなんですね。本当に？またまたわざとやってたくせに。ちょっと実際にフィギュアモンが生でアイスショーを見たのは次の4回なんですね。幕張公演の最終日、神戸公演の2日目と最終日、静岡公演の初日、そして映画館のライブビューイングを見たのは静岡公演の最終日でした。今回のファンタジーオンアイスをフィギュアモンなりに振り返ってみると、生観戦した中で一番印象に残っているのが神戸公演の2日目だったんですね。なるほど。ほとんど演技を知らない中で見たレゾンは、それはそれは妖艶で、ため息を観客のみんなで共有できるほどすごいものを見てしまった、そんな感動が今でも記憶に大きく残ってます。ドキドキした感情はかなりありました。羽生選手の息遣い、エネルギー、オーラ、それがテレビで見るそれとは比べようもないぐらいダイレクトに伝わってきました。実際にテレビを後で見た時に、あれほどのものがやっぱり伝わってこないので、ちょっとそこが残念ではありますが、少しでも2022年羽生結弦のすごい演技をみんなに伝えたい、そんな気持ちを込めてランキングを作ることにしました。お、今回フィギュアモンが自信を持ってお届けする2022年の決定版ともいえるこのランキングを 150% の力で目いっぱいやっていきますので、皆さんぜひ最後まで楽しんでくださいね。はい、こんな感じでこのチャンネルでは羽生結弦選手、フィギュアスケートに関する話題を毎回ご紹介しています。羽生結弦選手にぜひとも誘惑されたいっていう方は、ぜひこのチャンネルを登録しておいてくださいね。して、チャンネル登録をすると動画以外にコミュニティの配信を受け取れるようになります。本当に？はい、このコミュニティではリアルタイムの情報を定期で発信しています。動画ではタイムラグのある情報も、コミュニティではタイムリーでお得な話題をお届けしています。デレン。また9月に始まったメンバーシップでは6月23日で9ヶ月目を迎えて、より濃度の濃い情報、メンバーにしか明かせない情報をメンバー限定で発信しています。メンバーシップの内容に興味がある方はメンバーになるボタン、または説明欄のメンバーシップのリンクをクリックすると説明動画と特典が確認できますので、ぜひ見てみてくださいね。 OK。 ってことで早速羽生結弦式誘惑ベスト10に入っていきますよ。じゃあいきますね。はい、羽生結弦式誘惑第10位は、
どれだけハートを射抜けば気が済むの？ハートに突き刺さる羽生結弦にやられたい人はぜひ楽しんでみちゃってね。いかがですか？いやエアーピストルの羽生選手、見つけてみるとかなり見つかるもんですね。ちょっといっぱいありすぎて逆にびっくりしちゃいました。かなり2021年のスターズオンアイスのシーンからもありましたよね。あの時も本当にすごいって思ったけど、今回は誘惑の威力がより増していたように思います。すごく久しぶりだなっていう。うわ、そんなこと考えながらやってたの？それが生きがいなんで。うわー、そっか。じゃあこれからもたくさん私たちのハートに銃弾を撃ちまくってくださいね。はーい、OK。 ってことで羽生結弦式誘惑第9位は、ノートルダムとパリから踊って僕のエスメラルダに乗せて、エスメラルダさながらに踊りながら誘う羽生結弦でした。はい、調べてみて分かったんですが、この歌はもともと男性が歌う歌だったんですね。です。曲名踊って僕のエスメラルダは、美しく純真なジプシーの娘エスメラルダに心を寄せる醜いカジモドが歌う歌なんです。男性だからという理由で醜いカジモドを羽生選手が演じているのかなと最初は思っていました。でも歌詞に踊ってエスメラルダというフレーズがたびたび出てくるので、もしかしたら羽生選手はアンコールでエスメラルダを演じていたのかもしれないですね。文字通り羽生選手は踊っていましたからね。ね。とにかくすごいインパクトを残したファンタジーオンアイス静岡公演の最終日のアンコール。どこがっていう風に言われるとどこってはっきり言えないのが辛いんですが、やっぱり氷上のプリンスと言われる羽生選手が初めて陸に上がった演技の凄みみたいなものをすごく感じましたよね。はい。これから陸の演技をどんな風に披露してくれるのか、解禁したわけですからきっとバージョンアップしていくことになるでしょう。それにしてもこれが第9位ってどういうこと？本当に本当に。では気分が上がってきたところで次に行ってみよう。羽生結弦式誘惑第8位は、郷ひろみを超える日も間近、羽生結弦ジャケットプレイで誰かで構わず誘いまくるの巻です。かっこいいですね。若干可愛さも残しながらっていう部分もあるのがたまらないですね。かなり羽生選手、これからもこのジャケットプレイのキングにぜひなっていただきたいなと思います。チラ見せがたまりません。いただきます。
OK。ってことで、だんだんすごくなってきたよね。注目の第7位は、何をしてでもどこでも誘うのでしょうか。ベスティスクワットイーグルをしながらお誘いくださるとはさすがですよね。本気でやります。確かに本気でしたね。みんなこのベスティスクワットイーグルにやられていましたよ。はい。OK。では次に行きます。何が来るんだろう。気になる第6位は、構えていてもまだ足りない？覚悟をしてみてくださいね。途中で油断しすぎないで。ご覧ください。ね、油断しすぎない。いかがでしたか？新生羽生結弦っていうのを感じさせる動きだったと思いますが、羽生選手は実際に演じる中でどんな風に感じているのでしょうか？チャレンジングな感じはしてますね。そうなんだ。はい。チャレンジングっていう割にはすごく慣れてるっていうか、完成されてるように感じましたよ。完成です。そっか、完成形を見ることができて、ヒゲモンはとても満足でした。ありがとうございます。OK。では、いよいよベスト5に入っていきますよ。やばい、楽しい。注目の第5位は、ですね。本当に？本当本当。これこそ羽生結弦選手の真骨頂っていう感じで、素晴らしい演技でしたね。はい、セーフだと思いますよ。音色に合わせて動きや表情を変えているからこそ本気の寝技になっているのかなって思いましたね。テンパって。そうなんだね。でも見ているこっちもテンパってましたよ。これでも第5位ということは、4位以降はどんなことになっちゃうんでしょうか。ここからはより覚悟して見てくださいね。 OK。 ってことで、見るのがちょっと怖いけど行ってみよう。ドキドキの第4位は、皆さん待ってましたのシーンですよね。こ
これなんて言えばいいのかよくわからないのでお尻って呼んでますが、それでいいんでしょうか。ちょっと、そっか、お尻じゃそのままか。見てみろよ。え、言われなくても見てるけど。ご覧ください、羽生結弦選手。了解です。このお尻技の何かいいネーミングがあったならぜひコメントで教えてくださいね。 OK。 ではいよいよベスト3に入りますよ。何が来るのか楽しみってことで、みんな早く知りたい第3位は、じゃあいきますね。これすごく好きだっていう声をたくさん聞きますよね。何がいいかって、声は宮川くんなのに羽生選手がまるで言っているかのような錯覚を覚えるこの瞬間、それがたまりません。なるほど。フィギュアモンは羽生選手の他に目の前でこのシーンのポーズを見た方が2人います。それは織田信成さんと田中圭司さんです。今回のファンタジーオンアイスでそういうシーンがあったんですね。お二人とも可愛くて優しいシーンだったのに対して、羽生選手のシーはド S を感じるところがあって、それがたまらなく魅力的でしたね。ドキドキした感情はかなりありました。そっか、でもドキドキしているようには見せないところがさすが羽生選手だなって思っちゃいました。まあ、ぜひこの機会にやりたいなと思って。うん、すごい良かったので次回もぜひよろしくお願いします。はい、あ、ド S の C でお願いしますね。頑張る。ってことで、いよいよ羽生結弦式誘惑第2位の発表です。やっと来た。はい、ランクインしないわけがない紙コップで濡れ場の羽生結弦でした。宇宙船でも出てくるかのような壮大な音楽でお届けしましたが、いろいろ合わせてみた中でこういう凄みのある音楽がぴったりあったんですよね。紙コップで水をかけるだけのシーンなのに何なんでしょうね。すいません、めっちゃ、いやもっとやってくれていいんですよ。え、今回の紙コップシーンはまた見たいと思わずにはいられない、多分一生の思い出になるような印象的なシーンでした。です。いよいよ残すは第1位のみとなりました。本当に本当に最後です。何が来るのか、あなたには予想できているでしょうか。では発表します。羽生結弦式誘惑ベスト10、めっちゃ誘惑の第1位は、ねえ、油断すぎだよ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 。いかがだったでしょうか。予想通りでしたか。この他にもいいシーンがたくさんあったんですが、泣く泣く10のシーンを真剣に選ばせていただきました。
7月末から8月初旬には CS でまだテレビ放送されたことのない日が放送予定です。こんな感じですね。ぜひハードディスクの容量をたくさん開けて録画しちゃってくださいね。まあ、そんなこと言ってるフィギュアモンが一番ハードディスクの容量が用意できなさそうなんですが、今日も頑張って。はい、頑張ります。で、ちょっと思ったのは、どの公演でも最初の初日の公演はおそらく放送されてないって思うんですが、意外といい演技が多かったように思います。慣れてはいないんだけど、すごく疲れてないから力がある、そんな感じの演技が多かったようです。だから初日の放送を結構楽しみにしているフィギュエモンです。 OK ってことで、ここからはフィギュエモン今週のファンニューライフってことで、なんかファンニューライフをご紹介するのがめちゃくちゃ久しぶりで嬉しいです。実はご紹介できてないファンニューライフがわんさか溜まってるんですが、7月6日から8日まで銀座三越で開催されていた雪肌精セーブザブルーポップアップイベントなるものに行ってきましたよ。このイベントは7月20日から26日まで阪神梅田本店2階で、8月1日から8月31日までメゾンコーセ銀座店2階で開催されていますので、興味ある方はぜひ行ってみてくださいね。で、このイベントの目玉はなんといっても AR 羽生結弦選手でしょう。待ち時間に AR 羽生結弦を楽しめる QR コードを店員さんが見せてくれます。そこで試してみるとこんな感じ。こんにちは、羽生結弦です。銀座三越雪肌精へようこそ。雪肌精は和漢植物をはじめとする自然由来成分を研究し、透明感を叶える37年のスキンケアブランドです。肌だけでなく心の健やかさ、明るさ、満足感までも高め、あなたのなりたい雪のような透明感のある素肌を叶えます。雪肌精は13年間にわたりセーブザブルーという活動を続けています。雪肌精は植物などの自然の恵みが配合されているので、そんな自然の恵みに感謝して地球に恩返しをしたいという思いのもと、青い地球を守るプロジェクトに取り組んでいます。セーブザブルーは長期間にわたり継続的な活動をしていて、とても素敵な活動ですよね。そしてご購入された方々もとても素敵だと思います。皆様もぜひチェックしてみてください。今回 AR 技術を使って僕もここにお邪魔しています。そちらもぜひ楽しんでくださいね。自分のスマホで写真を撮るように出現する AR 羽生結弦選手、待ち時間にくれる QR コードはイベント期間だけしか見れませんが、アルティメイトローションを購入すると期限はありますが、お家でも外出先でも AR 羽生結弦選手を出現させることができます。AR 羽生結弦選手と一緒に旅行に行けちゃったり、ツーショット写真を撮ったり、かなりいろいろ遊べるから本当に楽しいんですよね。で、フィギュエモンは AR 羽生結弦選手をお持ち帰りしたいので、アルティメイトローションを購入しましたよ。はい、こちらです。まだ開けてません。開けてみますね。まずね、そんな入ってないんですよ。ローションとこのもらったものとしか入ってないんですが、アルティメイトローションがこちらですね。はい。で、このもらったものをちょっと開けてみます。はい。まず雪肌精雅のパンフレットですね。こちらです。買ったのはこれです。はい。ラインナップが載ってる冊子ですね。あとはこちらのサンプル、はい、こんな感じで化粧水と乳液が入ってます。
で、あとアルティメイトローションを買ったらこちらがつくと言ってたんですが、セキセイミヤビのサイクレイターですね、導入美容液です。こちらの小さいサンプル 20ml が入ってます。はい、こちらですね。手のひらサイズなので、これも旅行にいいサイズですね。雪肌精みやびアルティメイトローションを購入すると、 AR 羽生結弦選手の他にお楽しみコンテンツとして雪肌精サンプルがもらえるガチャを引くことができます。こんな感じですね。ガチャってなんか楽しいですよね。はい、これが当たりました。地球儀の形をした綺麗な大きいガチャでしたね。これ当たりだそうです。洗顔料ですね。こちら当たったものですね。まあ、旅行の時に洗顔料を忘れることが多いので、ちょっといいサイズですね。かなりちっちゃいのでめっちゃ嬉しいです。で、フィギュエモンの撮影場所で今 AR 羽生結弦選手を出現させてみました。こんにちは、羽生結弦です。こちらの商品は雪肌精みやびアルティメイトローションです。ちょっと小人や妖精っていう感じがする AR 羽生結弦選手ですが、あと1ヶ月ちょっと楽しみたいと思います。極上の透明感を呼び覚ます。ということで今日はこの辺で、ぜひ次回も楽しみにしていてくださいね。そして最後にお知らせです。7月23日土曜日21時からライブ配信をします。おそらく7月14日から15日あたりにアサインが来ると思います。なので、その情報や来シーズンから変わるルール改正などを踏まえて皆さんでお話しできたらなって思います。7月1日のフィギュアスケート元旦を迎えた今、2022年、2023年シーズンがどんな感じになるのか、すごく楽しみですよね。それではまた次回お会いしましょう。フィギュエモンでした。さようなら。バイバーイ。